石原明の経営のヒントプラス519回、今回は化粧品健康食品販売の経営者40代からご質問、一流の方はどのように健康管理をされておられるのでしょうか、パフォーマンスを最大限にするためのことなどよろしくお願いいたします。健康はもうちょっと広い範囲からいくと、はい、だんだんいろんな分野で努力をしていきますよね、はい、努力をしていきながら自分の分野ってのは人間って見つかるわけでしょ、うんうん、まあ、僕なんかコンサルタントになるなんて思ってないっていう始まり方するわけじゃん。だけどまあ僕がコンサルタントになってくると、ある程度以上コンサル能力身につけようとすると、逆に消さないといけない部分って出てくるのね。この分野までやってたらこの分野で突出できないってなるじゃん。だからあれもこれもこっちもあっちもできるっていうことを、じゃあそれは どなたかに任しましょう、うん、何かの分野を頑張ってる人たちに任せるっていう感じにしながら、僕は皆さんこっち行きますから、他で頑張ってる人はぜひ僕のために頑張ってくださいねみたいな感じなのね、うんうんうん、すると、自分の分野を高めると、その各方面で高まった人のなんとなくネットワークが出てくる、はいはい、それを僕らお互い信頼関係作って、じゃあすいません、健康任せますからとか、システム任せますからって言って、うん、そこの情報を消すことができるのよね、うん、最新情報のリマインドっていうのを、よく僕ハブの人捕まえるっていう風に言ったじゃん、はいはい、ああいう感じ。それで何人かに会ってみて、確実に健康に関して素晴らしい人がいたら、うん、健康の情報を取ることをやめるんですよ。で来たらそいつに聞くっていう、こういう話なんだけどどこでどうですか先生、それはこうであれ、なるほどね、分かった分かったって言って不用意に行動しなくなる。でそういう意味では、僕はクリニックの先生なんだけど、超アンチエイジングで日本の保健制度一切関わってないような人と出会う機会があったり、がんを治すんだったらこの人すごいよとか、そういう感じになってくるんですよ、うんうん、っていう風な感じになるので、信頼できる専門家に預けるということをベースにして聞いてますね。健康って別に今日何かやったら健康になるわけじゃないでしょ。継続するものなので、健康をストレスなく維持するように、それの習慣化をするわけですよ。で習慣化って意識してやるもんじゃないんで、はい、スケジュール作ればいい。そう、しかもそれを自分の意思でやるんじゃなくて、お願いして勝手にスケジュール作ってもらう。だから冷静に考えて、すごい長期的に健康維持するためにはやんなきゃいけないことがあるわけで、うんうん、そいつを自分の意思でやろうと思ったらすごい大変だから、こういう意図でやってねって言ってお願いして、そういう時間管理にあらかじめ預けて、床屋さん行くのもこういうスケジュールでタイミングでしとけば、いつもこの髪型ぐらいで止まってる。だから健康管理と同じだから、それもスケジュールで、じゃあ髪の毛切ってくれる人が誰が一番いいのって言うんで、紆余曲折して、今はこれが一番いいんじゃないの、うんうん、なぜかって言ったらこうでこういう背景で、だんだんそうなってくる。これよりすごい人ね、人格も含めていないんじゃないかっていうようなレベルになるんだよ。周りがそういう人で形成されちゃう。そうそうそう、割と自由にやってるけど、そこだけは要所要所で進める。意識としては言われた通りしてるですね、うん、仕組みがあるんですね、その信頼して委ねてる、うん、むちゃくちゃ忙しそうですけど、全然精神的には暇。意識は全然暇。あ、時間は使ってて、もう俺爪切る時間がないよ。だからもう爪切り持って歩いてんだけど、爪切る瞬間がない。それを人は忙しいと言うんですけど、うん、っていう感じなんで、空いてる時間はないんですよ。だから精神的にはすごいもう暇あったなーみたいな、激しく回転してることが忙しいって感じ。それ以外ののを使ってない時はなんか平穏だなーみたいな。フィジカルはスケジュール入ってても頭は平穏なんですね、うん、人使えない人は自分でやるしかないけど、うん、人が使えるようになったら最初にはなるべくそういう感じにして、みんなタイムマネジメントって意識でやるもんだとかじゃなくて、流れでやればいいし、はい、スケジューリングなんだって分かった瞬間に物事全然変わるけどね。こういうサプリ飲みなさいって言われたらそれ飲んでるしね、まあ、それはなんでなのかって言ったら、こうでこうだって教えてくれて僕は納得してるから、自分の意思だったらね続かない。サプリメントとか権威のある人にこうして根拠も確認して、分かったじゃあ従いますって言ったから、うん、この人いけてるな、うん、でそのエビデンスも含めて自分が委ねていいやってところまでは全部インストール しちゃうんですね。というわけで、519回でした。石原先生ありがとうございました、はい、ありがとうございました。